皆さんこんにちはクリスですお元気でしょうかブルーもいます今日はねちょっとね丘の上から撮影っていう感じでねあのしたいなと思ってるんですけれども僕は本当に、ね、あのさ 座って話すのがすごい苦手なんでひょっとしたらこれ、<laughs> あのすっげえ変なビデオになるかもしれません、先週、ですねあ,のありのままの自分自身で自由に生きようよっていう動画をね撮らせていただいて出させていただいたんですけれども、中には本当にねあのいいコメントをいただいて、クリスさんの動画を楽しみながら学ばせてもらってますなんて心理カウンセラーさんのマサさんからねコメントをいただいたり、ね、今、本を出版したばかりでおめでとうございます。あの 神様とシンクロする方法っていう本を出版あの、ね、あされていただいてね、ねすごい本なんですよ、僕、おすすめです。リンク下につけときますね。あのまたね、僕はまた詳しいあのその本のレビューをしたいんですけれども、本当にあのねあのあのジョーク的なコメントをいただいて、本当にね、あのなんだっけあの今週、我が家で生まれたマンコの名前がクリスになりましたみたいなコメントをもらったりとか。でちょっと一つねこの ありのままの自分で生きたら、クズすぎて人が離れていって孤独になるので無理ですっていうコメントをいただいたんですよ。で、それについてできればちょっとね、あのお話できればなと思っております。自、ね、自分がクズすぎて自分ががすすぎぎてて 本音の自分でいると周りの人が離れていってしまうっていう悩みですよね。これ本当にあの僕もよくある話でこれがない人間っていうのはあのおそらく本当に、ね、これを意識してワーク、ね、アチューメント、ね、本当にこれについてをこの恐怖を手放した意識が高い存在の方たちじゃないとまだこの悩みっていうのがあると思うんですよね。 ねやっぱりこのね僕たちの旅はどこに行くかって言うとねこのユニバースっていうねユニバースと一緒になるねこれ英語にするとねあのなんて言うんだろうね,ね,ね You're connected with the source of all things ソースっていうのがありますよねソースすべ、ね、てのソースっていうのがあってねその私たちもこのソースの一部であるっていうことを ね、それを理解するでそれを生きていく、ね、ヒューマンビーングっていうのがあるじゃないですか、ね、僕たちはね本当に僕もねよくねヒューマンドゥーイング、ね、よくなんかやっているんですけどそのありままありのままの自分でいるっていうのがこのヒューマンビーイングの、ね、ビーイングのところですよねで正直言ってこの僕たちはねドゥーイングが得意ですよねなんかやろうよって、ね、努力しようよって、ね、でなんか,プロ、ねなんかね、目標を見つけて ね、自分が進んでいってでもそれがうまくいかなかったら何するのって言ったらもっと努力でしょうって、ね、でそれがそれがそれでもうまくいかなかったら何やるのって言って自分が悪いんだって責めるんだっていつもなんか doing、ね、でも being っていうのもあって、ね、being っていうのをやるとまず自分が向かっている目標っていうのがどこから来ているのかこれは自分の心自分のハイ r ーセルフから来ている目標なのか ね、条件としてはそのような目標心のアライメントを取っているビジョンが現れるとそれは自分にもいいことだし周りにもいいことなんですよね。で自分の成長につながっていくっていうこと例えばあの、ね、なんか怖い人と話すのが苦手なんだったら、ね、ある経験を通して怖い人と話せるようになる人と断れるようになる、ね、それは人間の成長ですよねでこのよううな成長っていうかね。 あのそういうレベルに行くにはこのビーングっていう、ね、ありのままの自分でいるっていうのはもっとうまくなっていかないといけないんじゃないかなと思います。でそのありのままの自分でいようよっていうといやそれ無理だよって本音の自分がバレたらみんな私クズなんだからって本当にクズなんですよってビーイングができないそれは本当にじゃどうやって生きていくのって。 ね、常に Doing で自分の格好をつけていく自分のイメージを守っていく、ね、社会的に認められるようになる他の人が「あクリス偉いね」とか、ね「あの何々さん偉いね」って思えるようになるだからいつも自分の本当がバレるんじゃないかっていう恐怖に入って生きているっていうわけなんですよねでこれを自分で意識できるっていうのはかなり成長されているからだと思うんですよね普通の場合はそのよく私が見るのはそのレベルにまだ来てないんですよね 成長してないっていうか別に成長しないと悪いんだよっていうことじゃないんですよ私が言っているのはこれを自分で意識できるのはすごいよねってでそこまで見えてるっていうのはすごいよねってねでだからそので今日僕迷ってるのよね今この話で具体的に私はクズじゃないんだっていうのを、ね、説明する方法でこの話を持っていくのか それか別にそれはねそれはそこまで大切じゃないとそれより大切なことは人生の地図の読み方どっちにしようかなっていうのを正直僕今迷っているんですよねで人生の地図の読み方っていうのがねこれ人生のマニュアルみたいな感じでねこれが分かってくるとね 進んでいっていずれかその自分はクズじゃないんだっていうところに入っていくわけなんですよねじゃあ例えばお釈迦様がね,ねもしあなた人間関係があってよく人と当たっててよく喧嘩してて本当に悩んでいるんだったら人のことを死に、ね、人のことを気にするのはやめなさいってなんかねかっこいい教えがあるんですよね。あのね人のことに気にしないで自分のことに、ね、自,分がどう自分の発言自分の行動にフォーカスしてくださいって。 そういう形で人のことに気にするな自分を変えていきなさいってこれすごいいいアチューメントですよねこれいいラジオ曲ですよねなんか自分がこういうネガティブみたいなところで生きていたらこのネガティブなラジオ曲79.99からね 99. 99.99にレベルアップみたいなこれ高いバイブレーションのラジオ曲ですよねアチューメントを変えたチューンのアチューメントチューンって上がりますよね TUNI そのラジオ曲を変えたっていうことですよね もっと高く行けますよね、えーと。例えば自分がこの地球の上にいるっていうのをちょっと目を閉じて想像してもらいたいんですよ。で地球がね自分の体から出てるかもしれないし体と一緒に自分の地球の、ね、ちょっと宇宙旅行をしてるみたいな感じで,ですっごい幸せな状態で,で本当に、ね、人生を考えなくていい。 ね、手放していい問題がないひょっとしたらそこに本当に意識が高いねあの存在のねそういう意識が高い存在の方とかもいるかもしれないしもう愛されていてねもう本当にあなたは自由で大丈夫何にも問題もありませんってで地球の外でちょっとプカプカしてて太陽を見たりねなんかねすごいリラックスしててでギューって地球に戻ってきて。 ね、で今度地球に戻ってきて今度自分の部屋に戻ってきて自分の仕事が出てきて自分の嫌な人たちが出てきてで、ね、うわーってなりますよね,ねでここでその経験を通して学べるのは自分自身には問題がないんだって、ね、自分とその人に合わないところがあるんだ自分とその仕事に合わないところがあるんだって、ね、そのような経験を学べることができる、ね、でもっとより深くいくとね その瞑想とかそういうのを続けていくことができると自分の痛みっていうのを知ることができると、ね、もうどのぐらいの痛みの経験をするかっていうとこん,なこんな痛い経験をしたことがないこんな痛い経験は他の人にも誰にも願わないぞみたいなレベルの痛みを経験を受けることによって他の人に絶対痛みを与えないっていう人間に変わりますよね。ねで で、その時に何を理解できるかっていうと、ね、人生辛いんだよって。人生辛いのは、ね、みんな辛いんだよって。で、この痛みを通して愛っていうのを学んで、私とあなたは一緒のものなんだ。フィーリングを感じるものなんだ。で、二度とこの痛みを経験してもらいたくない。二度と ここのの痛みをこの世に残したくない。で、そうするとね、他の人がなんかわーって言ってる時に、ね、最初のレベルは「いやその人気にしないで気にしないで」気にしないでっていう感じかもしれないんだけども、この視点になってくるともうその人の存在を守ってあげるっていうか愛してあげるっていうか。でも、 ね、守護霊様のみたいな愛を感じますよね。あなたはうまくいくよ問題,があり問題ないよってで問題があるよってその人がもう思ってるかもしれないんだけどその人のイネッセンスその人がね、大丈夫なんだってでその人の行動を認めてるっていうわけじゃないですよ。でもその人をの辛いっていうのはその人のせいじゃないかもしれないし、ね、その人もすっごい大切な存在だから。 ね、愛してあげるってでその人の自由を守ってあげるでその人の成長が必ず来るとその人も必ずうまくいくと今世かもしれない来世かもしれない来世,来世の来世の来世かもしれない、ね、でそのレベルで人と接し合うっていうふうになると何が起こるかっていうと すべての経験が自分の成長につながっていくすべ、ね、ての人間問題とかが自分の中にある、ね、問題が鏡として反映されているとで相手を直すんじゃなくて自分を変えていくことができると愛を持ちながら、ね、そのような道があるということなんですよね,ねで そのようなレベルに入ってくると人を許せるようになるから何ができるようになるかっていうと自分を許せるんですよね。で、自分には愛されていい資格がある。私はクズじゃないって。それは恐怖なんだって。で、その化け物みたいな皮を自分で剥がして 美しい存在としてありのままの自分として輝いてで他の人たちもまだ化け物みたいなの被ってるんですよ俺はダメだってクズなんだって。であなたがその化け物の皮を外して本当のあなたとして輝いていくことを見て他の人たちも私も剥がしていいんだってなるわけなんですよね愛されていいんだって。 ね、今そのようなシフトがこの次元に来ているんじゃないかなって私は思います、ね、で地図人生の地図っていうのがあるんですけれども、ね、私勝手に呼ばさせていただいているんですけれどもそれはこの2つのキーワードなんですよねそれは1つはアチューメントっていう言葉なんですよねアチューンメントっていうのはラジオ局を変えていくときにチューンを変えるじゃないですか 同じような感じで自分が、ね、どういう、ね、自分がどのラジオ曲を聴いているかによってあなたの人生が変わってきます、ね、私はダメなんだ俺はダメなんだあいつダメなんだっていう恐怖のラジオ曲を聞いているとそれをそれがあなたのラジオ曲みたいになってあなたがそれを出していってあなたの人生がその通りになっていきますよねでも感謝愛ね許し信頼ワクワク楽しいねそのような ね、そのようなラジオ局に自分のアチューメントチューンを合わせているとそれがこの世に変わってきますよね。で,これアルケミーですよねで、まあ、ギターを、ね、弾くときにギターの線がなんか合ってないときにそれを合わせるっていうのもアチューメントっていうことなんですよね。でそれが一つの言葉なんですよすごい大切なねだからもう一つあるのはごめんねもう一つあるのはオクタブっていうのがあるんですよオクトーブ。 ね、低い奥頭部っていうのがあってドレミファソラシロってで高い奥頭部っていうのがありますドレミファソラシロって、ね、で固有振動数っていうのもありますどういうことかっていうと低いドーンっていうのが現れるとその固有振動数と同じ固有振動数のものにエネルギーが移ります。ね だかかから、ね、ここにふでっかいベルがあるとしましまょうなんかね教会のベルみたいなのが2つあるよ別に仏教のベルでもいいんだけど、ね、ゴーンって1個鳴らすと、ね、そのバイブレーションが空気を通ってこのベルに当たってゴーンっってこっちも鳴ります、ね、オクターブが同じことにエネルギーが入ってくるとそっちもリアクションを取るっていうことなんですよね。でねアチューメントっていうのがあって。 私たちがどのオクターブどのラジオ曲低いオクターブに合わせているのか高いオクターブに私たちの意識を合わせているのかっていうことこれによって自分がゴーンってなってるわけなんですよねあなたがチーンってなるかゴーンってグーってなるかあなた次第なんですよ でこの世っていうのはこの次元は固有振動数っていうエネルギーが本当にあってこれ例え話はスピリチュアルな話じゃないんですよこれ科学なんですよねあなたがブーンってなってると他になることがなってきますであなたがチーンって高い固有振動数にアチューメントを取れることなんですよ。 またそのアチューメントのやり方みたいなのは別の時にに、ね、お話しできれば今日はこの地図,地図みたいな感じでね実はこのビデオ自体がアチューメントだったんですよねさっきの話が、ね、あの人を愛していいよみたいなちょっとアチューメントが入っていたんだけど、ね、その自分のバイブレーションを高い奥頭部に合わせる低いものじゃなくて高い奥頭部に合わせるぞってするじゃないですか。すると 他に高い存在他に高いのにあなたが当たってくるわけなんですよね。でそれが自分の人生に表れるんですよ。ね、なのでアチューメントっていうのがあってオクトーブっていうのがあって固有振動数っていうのがあります。でここで、ね、僕がやっと気づいた、ね、面白い話はドーンっていう音は実はこの世にもうすでにあるんですよね。ね あなたがドーンって行くと、他にドーンに当たるものがドーンってこういう振動数で、ね、共鳴をしていくっていうことなんだけど、実はそのエネルギーが他にあるんですよ。あなたがネガティブだったら、他のネガティブな人がもうすでにいるわけなんですよ。で、その人があなた、そのエネルギーがあなたに当たっちゃうわけなんですよ。ネガティブだとね。でも、あなたがポジティブだったら、 ね、そのエネルギーに当たることができない。お前、さいろうって言っても、あなたが高いやちゅうめんと取をっている奥東部にいると、ね、人生かわいそうでね、大変なんだよねって言って、もうその人がお前、そって言ってんだけど、そのエネルギーが当たることはできませんよね。なぜかっていうと、あなたはその高いフリクエンシー、高い愛、思いやりのところからその人を見ているから大丈夫だよって。行動を認めるっていうことではないですよ。ね、でもその愛を持って、その人と接することができるので、その人自身も実は高くなるんだけどね。ねで、面白いのは、 すで、ね、に高いエネルギーっていうのが宇宙の中に動いてるんですよ。であなたが高くならないとそのエネルギーが入ることができないんですよ。あなたの固有振動数を高めないともうすでに高い固有振動数のものが共鳴ができないですよね。だからあなたより 大きいポジティブな存在のエネルギーっていうのが実はあるんだけどあなたのエネルギーが低いところにアチューメントを持っているとそこのエネルギーが入ることができないんですよ低いのしか入らないからで低いのがもっと入ってきますだから心理カウンセラーさんの心理カウンセラーマサさんの本「神様とシンクロする方法」っていうところで彼のおすすめはねありがとうって 毎日用よ「ありがとう」って「10回用よ100回用よ1000回用よってそれ何なんですかっていうと自分のラジオ局を自分で高めていくわけなんですよ。自分のアチューメントを自分で変えていくわけなんですよ。 でそうすると自分より高い存在の意識のエネルギーとシンクロを取ることができてヒューマン・ドゥーイングっていうのからヒューマン・ビーイングありのままの自分でいていいんだって。 私の行動がこの高いエネルギーとシンクロされているから自分が愛に変わっていく自分が幸せの行動をとって周りが幸せになって周りも幸せになっていくこうやって今地球の次元上昇が来ているっていうことなんですよね。ねなのでネガティブなアライメントをとって行動をとると例えば人を騙す。 いうこととをやると、ね、その責任を自分で取らないといけないっていうことになりますよね人を騙すってそれはカルマですでいつこのカルマがクリアされるのかっていうと自分でで気づくことなんですよね人を騙すのって最低だこんな痛い経験を誰にも持ってもらいたくないって謝ったごめん謝ってた それせんもうこれがカルマのアチューメントカルマの自動をリフトシステムですよね自分をリフトしてくれるカルマを通してこれ僕と合わないよねこれは間違ってたこれ人に、ね、嫌な経験になるからこれ絶対人にもらってない人に感じてもらいたくないだからカルマっていうのは これやったら永遠にね仏教的な怖いカルマみたいな感じでなんかねなん,かなんかこれをやったらなんかねあなたが今度虫あの牛になってで今度牛があなたがしかな何になるの猫になるのかなんか分かんないけどなんか蚊になって永遠になんかこの人間となって戻れないみたいなねそ,うそれはそのブラックカルマみたいなそれ脅しなんですよ。ね。 自分でで学んでいけるとどっちにアライメントを置くのかってどうやったらこのプロセスを楽にしていくのかっていうとこのような本このようなビデオを見ていただいたりとか、ね、あの心理カウンセラーマサさんの本を読んでいただいたりとかそうすると今度エネルギーが見えてくるようになります。ここいいよねって 自然に自分にチャージが必要だっていうのが分かってきます今落ちたなって落ちたなって今恐怖に入ってきたなってちょっとあげようってちょっとクリスのビデオ見ようとかちょっと本読もうとかちょっと YouTube でこの人見ようとかねちょっとお寺に行こうちょっと美術館に行こうちょっとハイキングしようってちょっとジャーナリングやろうちょっと瞑想やろうちょっと自分のビジョンを考えてみようって。 今このアッパールームあこれ深い話だこれはまたまたにしす、ね、今この低いところにいるなって、ね、そこで学んでで上がってくれっていうことなんですよね。自分のこの3つのトピック忘れないであの本当に僕はこれあの人生の,あの地図だと思うんですよね。地図の,地図の読み方、ね。それはアチューメントっていうのを受けることができる自分でアチューメントっていうのを与えることができる。 また,またそのアチューメントにしたいんですけれどもちょっとこれ、ね、言うけど例えば僕がアチューメントをやっているのはね私は音であるっていうんですよ。私は自分の体を通して音である。 私は自分のバイブレーションを通して音である私は自分が音っていうことを知っていることによって音であるってでこの「音って何やねん」みたいな「あんた体やろ」ってでもよく考えてみるとあの音っていうのはこれ英語で言うとね「あのワード」ってなってワードっていうのがこのあのあちょっとこれ深くなるんでまた買ったりするんだけど、まあ、バイブレーションみたいな音だと自分を想像してください、ね、でこの音っていうのがこの宇宙に動いていてで全てがこの1つの音なんですよね ね、で例えば自分の体っていうのは、ね、この細胞とかあって、ね、年取ったり亡くなったり赤ちゃんからね年取ったりなんか奇跡ですよね足折ったってなってで病院行って、ね、なんかやってもらった足になんかやってもらいましたって、ね、骨が治りましたってで病院があなたの骨を治したのそれから自分の体が骨を治したのすごいですよねで自分の脳あなたのパーソナリティっていうのは何なので自分の体っていうのはこうやって動いて自然の一部ですよねであなたのバイブレーション それもその自然の宇宙の一部ですよね。だからあなたはその宇宙の一部で自分のことを意識しているっていうことを知ることによってさらにその自分の存在本当の存在っていうのが高まってきたりこれ一つのアチューメントですよね。うん、だからあのぜひねこの本当に自分のアチューメントをちょこちょこ取っていくことによって人生が変わってきます。 これはあのねちょっとあのね神様とシンクロする方法ですごいことが書いてあって「神様の道具になると億万長者になれるよ」ってね最初この話を聞くとねそのスモールセルフが「僕貧乏だから億万長者になりたいから」ってなって神様の道具になろうってなるかもしれないんだけどね本当の神様の道具っていうのは神様の一部とななるわけなんですよねだから僕の指っていうのは体の一部ですよね。 あなたもその宇宙のソースの全てのソースの一部になって幸せを届けていけるそれよりお金で買えることはないお金以上の幸せっていうことなんですよねバイブレーションを高めていくとっていうことなんですよでそうすると本当にあなたの行動を通してその幸せの、ね、バイブレーションが広がっていくっていう素晴らしいことになります。OK、すごいなんか長い長話になっ ね、あの25分ここでお話しさせていただいたんですけれどもあの長い時間ね付き合っていただいて本当にありがとうございましたあ,あの僕自身もこのようなちょっとビジョンプログラムっていうか自分のねどういうところに進んでいくのかっていうのをやっぱりあの考えておりましてで僕はあのやっぱりこのような道を本当に進んでいきたいなって、ね、やっぱりどうしても僕は その,ね、あのその論理で考えていくと脳科学とか、ね、やる気を高めるとか、ね、そういうところに行く,行くんですけれども自己啓発っていうのかなでも本当に自己啓発のファウンデーションっていうのがこの、ね、ソースの話っていうか宇宙の話っていうか本当のねあのねそのねその神の話っていうのかな。 それをなしで話すっていうのはあの家を作るんだけどファンデーションが固まってるってどうしてもエゴが入ってきてこうしないといけないんだって私が求めてるような形にならないといけないんだでもエゴを外していくと魂の成長っていうのができるようになる。 自分の成長っていうことですよねだからそっちの方向であとちょっと英語とかでもねやっていきますだからちょっと今日ここに来て考えるために来たんですよ Alright、right. そろそろ時間なのでまたねお話しできればなーって思っております Alright You guys I love you guys so much and I will see you next week、Ciao.